なんとですね、この仙台いろはに関係する子が来ました。いろはちゃんです。はい、今一番好きなものは何ですか？ラーメンと卵。ラーメンと卵が好きなんです。2つ好きなんだね。2つ。さあ、いろはちゃんはこれから何かしたいことってありますか？遊ぶものが欲しいのかな？買ってもらったの？何買ってもらったのかな？今おいくつですか？何歳ですか？3歳。3歳なんだ。今何か始めたいことある？やってみたいこと。じゃあ将来は何になりたいですか？アンパンマン。単語で返ってくるので、それをこっちが文章にして瞬時に次のことにつなげるのが精一杯でした。